夜の水やり、ゆるゆると飲みながらご視聴ください。飲みレコします。はい、どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは、古木です。本日はですね、私が夜に水やりをしている風景を iPhone を片手に動画を撮影してみました。もうね、臨場感あふれる夜の映像かと思いますので、夜のお酒のお供にね、私もちょっと今回は飲みながらね、アフレコをつけておりますので、今回はではないんですが、飲みながらアフレコをつけておりますので、ご一緒に飲みながらご視聴していただけると、ゆるゆるとね、同じテンションでお味見ね、はい、ご体験していただけるかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、夜はもうチランジアたちの水やりタイプですね。こういったキャーム植物って呼ばれてるのかな、そういったのって夜に水をするので基本的に夜ですね。で、今夏場めちゃめちゃ気温が上がっているので、日中朝方でもね、暑いです。水やっちゃうと蒸れちゃうんじゃないかなって思うので、もう彼らは夜しか今やらないですね。朝水をやってしまって失敗したこともありますしね。はい、ここはね、まあいろんな環境によって変わってくるところかと思うんですが、最近風もないのでね、夜しか私はやっておりません。これはチランジアのドラティ、デューラティさんですね。私がね、昨年、おととしぐらいの誕生日に自分で自分に買ったやつです。はい、これ先日ちょろっと出てきたね、ブラッキーカロロするですね。これもちょっと日に当たる場所を移動したらね、雲もついたし、真っ赤に染まってまいりました。はい、でキセログラフィカとかいろいろね、ビカクシラとか、こういった時期はね、ガンガン葉っぱに水を当ててますね。もう昼間疲れただろうっていうね、暑かったよねっていう、そういう感じの意味合いで水をあげています。もうこれはね、特に園芸的なところで意味はないんですが、意味はあるかもしれないですけど、個人的には意味がないところで、疲れたねっていうね、その感じで水をあげて、葉っぱにかけてあげているだけですね。水やりした後にね、保水力チェックできないっていうね、私いつもこれやっちゃうんですけど、気をくれも強くしてください。はい、でこれビオトープだったものですね。これはね、もう結構今乾燥して水外せないんで、すぐカピカピになっちゃうんです。はい、これもね、まあ、ガンガンっていうか、生態がダンゴムシぐらいしかいないので、適当に水ぶっかけてます。これは鉢植えにした大本さんですね。水苔に植えしてもう2、3年経ってるんですけど、まあ、ごめんなさい、あんまり管理してなくてね、でもね、毎年花咲かせてくれるんで、可愛いんですよ。冬場もね、雪かぶっても大丈夫ですから、これはね、私個人的に好きな植物で何種類かね、集めてるんです。はい、で、これリプサリスですね。これ、IKEA で買ったリプサリスってやつなんですけど、綺麗ですね。で、めちゃめちゃ乾燥してます。夜ね、この子もバシャバシャと水をかけてあげました。で、ここら辺、ビカクシラね、よく垂れ下がってるビさんたちですね。ここの辺もね、まあ、とりあえず、よっしゃーって感じで水をかけるんですけど、でかけて水をあげようかなと思うんですが、この程度の水ゴケがもうガチガチに乾燥していると、これね、この程度じゃね、水多分吸わないんですよ、この場合は。はい、だからね、まあ、気休めですね。明日のためだけの水分補給みたいな感じで、またこの子たちにはきっとね、明日頑張ってもらうのかなって思いますね。これグリーンピチコさんなんですけど、この子今直射日光に照らしてるんですが、これはそれでね、それなりにね、いい形してきましたね。ちょっと日強すぎるなと思うんですけど、なんかコンパクトにキュッとまとまって葉っぱが出してくれるので可愛いですね。はい、そんな感じです。小株とかは今ね、めちゃめちゃ吹いております。よっしゃーですね、ここら辺もね。はい、でどんどん水をかけていきます。本当 iPhone がね、防水で良かったと思います。これはネザーランドさんですね。これもね、直射日光に当てながらやってると縁がね、カールしてくるんで、なかなかね、普及種と呼ばれながらもね、かっこいい品種だと思いますね。はい、で基本的に多肉植物とかは下に鹿沼土詰めてるので、乾燥してるとね、すぐ分かるんですよ。でこの子が可愛いと言ったら、もうきっとみんな可愛いてるだろうっていうテンションでね、バーっとね、この列は一体やっちゃいます。この時期ね、適当にやっても案外彼らは水吸ってくれるのでいいと思いますね。これでまあちょっと適当すぎる、うーるるるってやってるんですけど、うん、ちょっと適当ですね。はい、でもね、ガンガン水吸って根腐れとかもこの時期あんまりないので、うん、水をどんどんあげちゃってますね。上段からやって、中段下段が一番いいのかなと思いつつ、中段上段っていう感じでね、はい、適当なんですよね。このね、水やりっていうのも結構酔っ払ってますから、ちょっとね、危ないんですよ。夜のホワイトゴーストさんですね。この子も結構乾いてます。でホワイトゴーストはね、やっと動いてきましたね。この時期本当最低気温がね、
30度とか、まあ、20後半じゃないとね動き始めないので、やっちょ動いてくれたなって思ってますね。でこの、まあ、何でしたっけ、あ、名前が思い出せない、開墾植物ですね。でアガベさんとかもね、ここら辺にちらちらちらほらといる形でございます。綺麗ですね。笹の有機系下手くそすぎてね、やっと今年ちょっと形作れてきたなっていう感じです。でこの辺の多肉植物とかはもうね、ほんと申し訳ないぐらい、あんまりちゃんと扱ってないというか、まあでもね育ってます。はい、これ吉祥館のホームセンターで買ったやつとか、これはねエヴァフレッシュの未生ですね。未生 2,3 年目な、2年目ぐらいですかね。この子はもう表面乾いてたら毎日バーってあげますね。ほぼほぼ毎日この子はお水をあげておりますね。葉っぱものはね、今ねものすごい水吸いますからね、一日水やなかったらしおれてるんで、ちょっと恐怖な夏が来ておりますね。こんな感じで棚下に置いてある方が案外綺麗に育ててくれたりするんで、やっぱりアガベとかもある程度遮光をしてあげた方が綺麗に育つのかなっていうのが思ってるんで、ちょっと今年ね難しいんですけど、来年はしっかりと遮光下の環境を彼らにも提供してあげたいなと考えております。はいはい、こんな感じでですね、立ち物系の水やりは一旦終了にしましょうか。頑張って巻きますね。ちょっとね iPhone 片手に持ってるとね、いろいろな作業がねもうグダグダしてしまうんですよ。よいしょよいしょ、はいはい、温室に相当侵入ですね。27度の 72%、調子いいですね。この気候が一生続けばいいと思ってた。明日は40度いってますからね。でちゃんと扉閉めないと蚊に刺されるんで注意です。でこんな感じで下の方触って、ある程度保水をね、私は見てあげておりますね。でもうこのレベル分かんないので持ち上げて、まだいけるかないけないかな、水持ってるかなっていうのを確認しております。はい、でこれはステマリアなんですけど、まあ、下の方しか見えないんですが、この子夏場めちゃくちゃ水吸いますね。 2,3 日に1回は水あげてます。これオモさんね、今回乾いてたんで水あげます。チャポンって感じでね。はい、メダカさんのねビオトープみたいなの作ってからはねいいですね。はい、水やりを効率的によくサボってます。でこれはダウボーイさん、ダウボーイさんはマダガスカリエンスとバスへのその交雑排出とかハイブリッドって言われてますけど、すごく夏場強くて全然葉っぱもだれることなくね、綺麗にこんな感じで伸びていますね。今もだんぐいぐい成長しているので、はい、綺麗にね割と育つんですよ。暑くても小株もね大量にもう10個ぐらい出てるんじゃないですかね。出てますので、まあ間引かないといけないなと思いつつ今放置しております。この最中がね一番蚊に刺されますね。よいしょって感じで、はい、こんな感じでね温室内の風景で今日は終わりにしようかなと思います。最後にね、まあ、コロナリウムさんでっかくなってくれたなっていう感じがしますね。もう温室冬場どうしようって今考えてます。温室の冬はやっぱ最低気温がコロナとかアジア系はきついので室内に移すんですけど、それもそれで考えものですね。これはセルソさん、もう昼間完全に垂れてます。であとは小株とかをねちょっとチェックしてあげて、水やりが必要な子はねの感じでチャポン、はいチャポン、はいチャポン、んーだチャポンチャポンって感じで今回は水やりをしてみました。ということで夜の水やりでした。このね蚊に刺されながらの作業、皆さんもね大変かと思いますが、もうすぐね夏もあっという間に終わってしまいますので、熱中症にだけはねくれぐれもお気をつけてこの夏を越していきましょう。はい、どうもありがとうございました。